皆さんどうもこんにちは、トリです。本日は聖書について話していきたいと思います。聖書はあなたを呼んでいます。もっと言うなら、神様は聖書を通してあなたを呼んでおられます。なぜ呼んでおられるのか。それはあなたが愚か者だからです。は？ふざけんなよ、私は愚か者じゃねえし、と思われた方も多いことでしょう。しかし聖書は、この世界に存在する全ての人間は愚か者であると言っています。つまり聖書は紛れもなく、あなたも愚か者であると言っています。だからこそ神様が聖書を通してあなたを呼んでおられます。聖書に書かれていることは全て神様のお言葉です。聖書には神様の優れた知恵が詰まっています。その知恵によってあなたを賢く悟くするために、神様はあなたを呼んでおられます。どういうことか。本日も永遠の大ベストセラーである聖書から共に学んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は箴言8章1節から9節のところです。まずはお読みします。知恵は呼びかけないだろうか、英知はその声を上げないだろうか。知恵は道の傍らにある丘の上、通りの四つ角に立ち、町の入り口にある門のそば、正門の入り口で高らかに言う。人々よ、私はあなた方に呼びかける。人の子らに向かって声を上げる。浅はかな者たちよ、賢さを身につけよ。愚かな者たちよ、良識をわきまえよ。聞け、私は高貴なことを語り、私の唇からは公正が出るからだ。まことに私の口は真実を告げ、私の唇は不義を忌み嫌う。私の口の言葉は皆正しい。そこにはねじれたことや曲がったことはない。これらは皆悟る者には当然のこと、知識を見出す者には正しいこと。まず1節から3節のところ、知恵は呼びかけないだろうか、英知はその声を上げないだろうか。知恵は道の傍らにある丘の上、通りの四つ角に立ち、町の入り口にある門のそば、正門の入り口で高らかに言う。英知というのは深遠な道理を知り得る優れた知恵という意味です。また知恵というのは実は聖書の言葉を指しています。先ほども言いましたが、聖書の言葉は全て神様のお言葉です。神様はこの世界の全てをお作りになられたお方です。それからわかるように、神様は私たち人間の知恵をはるかに凌駕した優れた知恵をお持ちです。聖書にはそんな神様の優れた知恵が満ち溢れています。1節から3節のところで何と言っているのかというと、知恵そのものである聖書の言葉が丘の上、四つ角、町の入り口、正門などの人が集まる場所で高らかに声を上げて人々に呼びかけているということです。聖書の言葉が何と呼びかけているのか。4節と5節のところ、人々よ、私はあなた方に呼びかける。人の子らに向かって声を上げる。浅はかな者たちよ、賢さを身につけよ。愚かな者たちよ、良識をわきまえよ。人の子らとあります。これは神様から見て私たち人間は子供のような存在であることを意味しています。なぜなら神様は私たち人間をお作りになられたお方だからです。聖書が私たち人間に呼びかけています。浅はかな者たちよ、愚かな者たちよ、
賢さを身につけ、良識をわきまえよと。つまり神様は、私たち人間というのは浅はかで愚かであるとおっしゃっておられるわけです。では私たちはどのようにして賢さを身につけ、良識をわきまえることができるのでしょうか。6節から8節のところ、聞け、私は高貴なことを語り、私の唇からは公正が出るからだ。まことに私の口は真実を告げ、私の唇は不義を忌み嫌う。私の口の言葉は皆正しい。そこにはねじれたことや曲がったことはない。浅はかで愚かな私たち人間が、賢さを身につけ、良識をわきまえるために、神様は私に聞きなさいとおっしゃっておられます。つまり神様のお言葉が書かれている聖書の言葉をよく聞きなさいと言っておられるわけです。なぜなら聖書に書かれていることはすべて公義であり、公正であり、真実であり、正しいものであり、まっすぐ筋の通ったものだからです。私たち人間は聖書を読むことによって賢さを身につけ、良識をわきまえることができます。え、本当？聖書を読むだけでいいの？と思われた方も多いことでしょう。9節のところ、これらは皆悟る者には当然のこと、良識を見出す者には正しいこと。神様は言われます。これは悟る者、知識を見出す者には当然のことであり、正しいことであると。聖書は永遠の大ベストセラーです。聖書は太古の大昔から現在に至るまで、たくさんの人の人生を変えてきました。歴史上の非常に有名な偉人たちを見ていくとき、その背後にはいつも聖書があります。歴史上の知者たちは多くの場合聖書を読んでいたんです。聖書を読めば賢さを身につけ、良識をわきまえることができる。これは当たり前のことであり、歴史上から見ても事実なんです。どうでしょうか。聖書をぜひ読んでみたいと思われたでしょうか。聖書はあなたは愚か者であると言っています。あなただけではありません。すべての人間が愚か者であると聖書は言っています。あなたが賢さを身につけ、良識をわきまえるために、聖書の言葉を読むことをお勧めします。聖書は今の時代ネットで簡単に、しかもタダで読むことができます。また書店に行っていただければ安く購入することができます。一度読んでみてください。また聖書を読んでいる中でわからないところがあれば、一度お近くのキリスト教会に足を運んでみてください。教会の牧師先生であったり、教会の信徒の人たちがあなたにわかりやすく丁寧に聖書のことを教えてくださることでしょう。聖書を読んで賢くなり、良識をわきまえましょう。本日はこの辺にしたいと思います。さよなら。また次回もお楽しみに。